いよいよ今日からということですけれども、一人ずつじゃあ意気込みの方お願いします。はい、この作品はとても殺陣が多いので、最後まで怪我なくみんなで力を合わせて頑張っていけたらいいかなと思います。はい、そうですね、まあ、大阪公演やらせてもらったんですけれども、おかげさまで好評いただきまして、引き続き本当に怪我ないように、そして見に来ていただいた皆さんが楽しんでもらえるようにちょっと一生懸命頑張りたいなと思いますし、今日も含めてね、東京公演いろんな方がね、まあ、メンバーとかも見に来てくれると思うんで、ね、またエグザイルの頃とは違ったね、自分を見せられるといいなと思いますね。はい、はい、そうですね、お芝居だったり盾だったり初めてのことがたくさんあったんですけど、自分がやってきたことを全てを出し切って、初めてなんて思わせないような舞台にして、出演者の皆さんと見に来てくださった皆さんと最高の人生の一部を刻めたらなと思っております。はい、皆さんがおっしゃるように本当に怪我なく、そして来てくださる方全員と一緒に楽しい時間を過ごせたらというのと、その大阪公演が終わってから少し経ったので、またそのパワーアップした東京公演のチルランを皆さんに届けられればなと思います。そうですね、本当に何よりも怪我なく安全に終わるようにということと、また本当にこう熱い舞台になっておりますので、その時間を皆さんと一緒に共有できたらいいなと、はい、思っています。大阪公演が終わられて反応良かったということですけど、どうです、松本さんから見てどうでしたか、大阪公演改めて。そうですね、2人は初舞台ということで、まあ、ダブル主演もう堂々としててもう素晴らしいなっていう、ね、まあ、感じと、まあまあ、全体的には本当に怪我なくじゃないですけども無事に終えることができて、うん、まあ、良かったんじゃないかなと思いますね。新たな課題みたいなのも生まれたりはしましたか？新たな課題ですか、はい、そうですね、まあ、東京公演、まあ、大阪公演特に本当にね無事に終わったんで、まあ、東京公演では、まあ、メンバーの中でそうだな、誰が馬場ふみかをものにするか、まあ、そこに重点を置いていきたいなと思いますね。そんなことになってるんですね。どうですか？あ、そう、ここ僕来ますわ。そうですね、その後の振りきついね。ごめんね。いや、そんな。そうですね、馬場さんは僕の相手役でもありますので、少しちょっとハンデをいただいておりますので、ものにしたいなと思います。じゃあ、僕はそうですね、舞台上で馬場さんと一緒に共演する時間がないので俺もないんだよ。そうなんですよ、なんか今日初日からは全然関係ないところで勝手に出ていこうかなと。そう言われてますけど、馬場さんどうですか？そうですね、そんな皆さん言ってくださってすごく嬉しいです。はい、ダイスのお二人は舞台が初、はい、そうですね、どうですか？でもやっぱり空気感が普段のライブと違うなと思うところもあるんですけど、ステージの上に立った時のその感覚というか、すごい開放感というか、稽古場にいた時よりも緊張感が薄いなっていうのがすごいあるのは、普段のライブでの経験があるからなのかなと僕は思います。お子さんはどうですか？そうですね、僕もそうだと同じで、加えるとしたら本当にキャストの皆さんとスタッフの皆さんがすごい心強くて、すごい助けられているので、あと稽古場からすごいいろんなものが吸収できているので、すごいそれはダイスに持ち帰った時もすごいいいものになるのではないかなと、すいません、感じました。はい、思いますね。盾とかやってみていかがですか、アクション？一番最初やらせていただいた時は、先生にまず剣を抜くところから始めろって言われたんですけど、剣を抜いたらすごい笑われまして、それは子供のチャンバラだよって言われまして、やっぱ剣を抜くところからでも難しいんだなっていうのを感じました。はい、そうですね、なんかダンスとはまた違った感じだったので、最初は本当に苦戦したんですけれども、本当でもやっていけばやっていくほどどんどん慣れてくるというか、どんどん良くなってるっていうのは感じるので、すごくその成長が楽しいですね。
松本さんはいかがですか、はい、の方は縦そうですね、僕もあの一度こう担当の方でやらせてもらった舞台はあったんですけれども、あの、まあ、この長さは初めてだったので、まあでも単純になんかこう男の憧れるものでもありますし、うん、楽しくやらせてもらってますね、はい。難しさとかはなかったですか？難しさ、そうですね、まあ盾実際覚えるのはあの、まあ、踊りの振り付けと真逆 の法則になっているので、まあ変なね、あの僕踊りの癖がついているので、逆にそれが初め慣れなかったんですけど、だんだん慣れてきて、うん、今はこうしっくりきてますね、はい。じゃあ踊りよりも立っての方が、そうですね、あのこのままこっちの道でも進んでいこうかな。はい、今早乙女さんから見ていかがですか、皆さん。いや、もう素晴らしいと思います。いや心込めて言おう。いや全然あのもうあのやっぱダンスやられているんでキレもありますし、あの本当に素晴らしいと思います。僕はとやかく言うことではないと思います。大人か。そうですね、褒められたってことで。いやもういやもう素晴らしいんですよ。勇気の盾はもう本当に国宝級レベルの盾なんで、はいはい、本当そうなんです。もう毎回毎回公演の時にもみんなあの勇気がやる時にみんなバババって袖口集まってみんな見てますね、はい。なんかアドバイスとかされたりとかするんですか？アドバイスですか、はい、いや、特にあんまり僕はしないですね。あの、はい、あの盾師の方がちゃんといるんで、そちらの方に、はい、ラムやっていると思います。この中でなんかチームワークはどうですか、松本さん。チームワークめちゃくちゃいいんじゃないですか。あの、まあ、大阪公演の時もそうですし、稽古場でもそうですし、飲みに行くこともありますし、うん、まあ、ある意味ね、ダイス解散してこの5人でやる。マジっすか、うん、やりますか。やりますか、うん、チームワークいいじゃん。そうです、はい、うん、そうです。嫌なの。いや、やりますよ。ガッツリやるしゃん。先輩の言うことは絶対ですから。皆さんでじゃあこう飲みに行くこともあったんですね。そうですね、はい。その時はどういったお話、どういった話ですか。もう先ほど言いましたけど、誰がババをゲットするか。そんなお話してないですよ。最低だね。最低だ。もっと最低だ。もっとすごいいい話をいただきましょう。実際松さんすごい熱い話をしてくださってました。はい、なんかエブリンの時はなんかすごい熱い話されるっていう。いやすごい。いやいや、もう熱い話ですよ。本当にね、こんなこと言ってたら読みに怒られちゃう。久保さん、岡本さんも参加されたん。僕は、はい、一度参加させてもらいました。稽古場の時にみんなで行った時に、はい、どうでしたか。いや、すごいにぎやかでしたよ。いや、その時に心にあること言おうよ。いや、にぎやかでした。その時にそのね、馬場さんを誰かゲットしろって言い始めたのは演出の岡村君。そうそうそう。その時に多分始まった話で、それは。でも、新婚だからゲットしちゃいけないですか。ゲットしちゃいけないですからね。はい、素敵な奥さんをゲットされて、はい、どうですか。どうですか。どうですか。いや、どうですか、はい、見に来たじゃん、大阪公演。大阪見に来てました、はい、何ておっしゃってましたか。いや、面白かったと言ってましたよ、はい。なんかすごいアクション満載で、すごいなんか派手な作品だったと言ってました。東京公演も見に来られますか。もう多分来ると思います、はい。ここまた銀河劇場、あの1年前に、はい、奥さんと当て合った場所じゃないですか。そうですね、1年前に。なんか特別な思いとかありますか。いや、別に特にそれあることにしよう。結構僕、その共演してからも結構何回かここに乗っているので、去年も 2,3 回ほど乗らせてもらったんで、はい、普通に思い出は特にないです。なんか皆さんお祝いしてもらったとかないですか。お祝いしてもらった、あ、でも、はい、おめでとうございますっていう言葉は、はい、いただきました。松さんからもあのお花の方をいただいて、本当にありがたいなと思いながら。どんな風景になってきてですかね。どんな風景、うん、なんでしょう、明るい、なんか明るい家庭を。教科書やん。どうした急に。いいかなと思いますね。結婚してこう演技の方変わったりしました。結
こうして演技の方、いや別に自分では変わったつもりは全くないんですけど、別に多分特に変わりはないと思います。はい、なんかそういった結婚するとなんかプラスになる部分とかあるんですか？そうですね、まあ、写真撮るときには一緒に白 T 着て撮ろうかなと。いやいや。そうしたもんね。あれはどちらからやろうって決めた？どちらから？もう単純に僕が撮られる前に出そうっていう。なんかね、外歩いての撮られるのすごい嫌なんで、その前に自分たちが出そうっていうことで、はい、やりました。よろしいでしょうか？今度どんな方に見てほしいか、ぜひ松本さんからお願いします。そうですね、本当に見に来ていただける皆さんに本当に全力で僕らは演じさせてもらうっていうのはもちろんなんですけれども、なんかこう、過去に本当に存在した人物たちなので、その方たちを尊重しながら、そして現代のこの時代にも本当に重なる部分ってたくさんあると思うので、その辺もこう感じ取っていただけると嬉しいですし、昔だからといって、なんか昔の人だから昔の時代だからじゃなく、今の現代に本当通ずるもの、考えなきゃいけないものたくさんあると思うので、そんなところも見どころなんじゃないかなと思います。はい、馬場さんはこの4人の中でどなたか選ぶとしたら、そうですね、今のところ土方ですかね。一緒に時間を過ごすことが多いですね。はい、ありがとうございます。役の上でですよね。そうですね、ちょっと急いで、ね、今喜んでるんですから。そうですね、やめてください。ここ2人は不倫でも受ければおいしい。ダメです、まあ、ダメですかこれ。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。で、各務取材を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこちらから。ありがとうございました。ありがとうございました。